今何してられてるんですか。これはちょうど牡蠣を、はい、ネットに入れてる作業です。畠山さんの奥さんです勝手に紹介する奥ですよろしくお願いしますこれ牡蠣に何がついてる。これは、はい、あれなんですよ、あのムール貝。あ、ムール貝。ムール貝と赤皿貝。へえ。なんかいろいろな付着物が無数についてます。なるほど。これはこの牡蠣はあえてこのムール貝とかを残したの。へえ。残しておいた牡蠣です。なるほどな。から今日はもう大半は温湯処理。温湯処理、はいはいはい、お湯につけるんですよ。イメージ湧かないですよね。はい、湧かないです、うん、お湯につける作業をするんで、基本的にあまりこういう付着物は全部死滅して剥がれ落ちてしまうんです。あ、そうなんや、うん、で結局だから牡蠣だけに栄養がいくようにするんです。この牡蠣はこう、やっぱこういうふうに、こういうムール貝とか赤皿貝をこう食べるためになるほどな副産物も食べるためにこうあえてそういうお湯につけないで残しておいた。へー。これはここ今網入れてるじゃないですか、はいはい、この後これはどういう。これは今度出荷します、はい、あ、このまんま。このまま出荷。へー、はい、あ、もうこの貝とかもついてる状態で。そうです、はい、はー、そうなんや、はい、ここは 何湾でしたっけ。ここは宿浦湾です。引き、あと宿浦湾。宿浦湾、はい、もう本当に内側です、はい。この宿浦湾やと今漁師さんって何組ぐらい、何個ぐらい。この宿浦湾だけで牡蠣とかやってる方とか、牡蠣漁師は多分10件というかぐらいはいます、ね。あ、そうなんや。ここ湾入り組んでて、ここは宿浦湾ですけども、奥がモーネ湾。あ、あの奥ですか。へえ。モーネって、マウに根っこの根で、モーネ、モーネっていう。へえ。あの辺に結構有名な畠山さん、同じ名前ですか。はい、有名ななんか森は海の恋人とかっていうのを言った畠山さんって。へえ。まあ内側の海ですね、ここは。あ、そうなんや。穏やかな海です。なるほどな。あ、ほんじゃこの手前とあの奥の方はまた量違うんですか。そうですね。まあ湾が違うんです。湾が違います。ああ、湾が。だけども。ひとくりは唐桑は唐桑。唐桑、ああ、なるほどね。唐桑っていうのは本当にこういう内側の海と、あとこう沖の方に行くと、はい、外側の海は岩手県の方に行くんですよ。そっちの方がひとくり波が荒いんですよ。あ、そうなんや。だから唐桑の海っていうのはよく説明するときに結構2つあるんだよ。ああ、なるほどなるほど。内側の穏やかな方と外側の波が荒い方。へえ。はじめまして、よろしくお願いします。いつもこういう風にやってもらってるいや、俺やることないっす普段はそういう、まあ、ボランティアさんとかを最初とかやったんですけど、はいはい、地元の中学生とかをやってることに連れてきてはいはい、はい、漁師体験をやるみたいなこと。なるほどなるほど。やってます。さっきちらっとお聞きしたんですけど、いっぱい若い人がいたじゃないですか。あの方たちはどこから来られてるんですか。今日はですね、企業さんの研修でちょっとつられて関西弁になる。あ、すいません、ごめんなさい。あ、でも食べるのでいいか。あ、わかりました。あ、すいません、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。一食で絶対食べてみたいんです